こんばんは。こんばんは。すいません、なかなか配信がやれなくて、ちょっと空気を吸いに来ました。みんなと話したくて。あ、ごめんね、心配かけて。大丈夫だよ。いや、大丈夫なんだけど、みんなと話したくてさ。いつも俺って配信しかなくて、何かあるとみんなと話してきたから、こんな時でも配信したくなってさ、申し訳ない。ごめん。だから少しだけちょっと付き合ってほしい。大丈夫だよ、うん、ただやることがたくさんあって、すごく大変でさ、だから息抜きしたいんだ。詳しくはまだ話せないのもちょっと分かってほしいな。いや、大丈夫だよ、全然。でも後悔してる。すいません。もう配信もやめて逃げ出そうと思ったんだけど、もうやっぱり配信しかなくて、配信にしか逃げれなくてさ。みんなにしか頼れなくて、そうやって生きてきたから、他に話し相手がいない。親父が死にました。ちょっと去年からちょっといろいろやばくて、
一人で抱えてて、いや、俺が守れなくて、親父が最後に大切な人を守れる男になれって教えてくれたんだ。そういう男になれるようにちょっと生まれ変わりたい。普通にやろうと思ったのに、ごめん、そうやってやるつもりなかったのに、普通に喋ろうと思ったのに、くそ、普通にみんなとちょっと気紛らわそうと思ったのに、申し訳ない。どんな時でも配信するから、もうこれしかない。申し訳ない。すいません。普通に話してほしい。